スイス国鉄の CLM2-4 型、1935年頃 RCM2-4 型の形式図スイス国鉄 RCM2-4 型機動車は、スイスのスイス連邦鉄道の本線系統で使用されていた軽量高速機動車である。なお、本機は CLM2-4 型として2両が製造されたものであるが、その後称号改正により RCM2-4 型となり、 さらに、称号改正、客室等級の変更、電車への改造等を経て、最終的に部に4008から1009型となったものである。スイスでは1930年代に、軽量構造の車体と台車を持ち、一部は、台車増加式の主電動機を装備する、軽量高速電車が、隠し鉄で製造され始めており、スイス国鉄でも1933年に、 同様の軽量高速電車を導入することとして1935年以降1938年にかけて CLE に4型の201から207号機の7両が製造されたが同時に非電化のまま残っている幹線での運用を目的に同形態の車体と同一の性能を持つ機動車を導入することとなり1936年に CLM に4型の101 102号機として2両が製造されたのが本機である。本機は、車体の両端の機械室に、手機やラジエーターなどの使用機器を搭載し、客室部分を低床式として、車体高を低く抑えた、低重心構造と両車端のボンネット、赤色の車体の外観が特徴的であり、赤い矢もしくは、ディーゼルの矢の通称とともに、スイス国鉄を代表する機種の一つとして、 CLE2-4 型や同期をベースとした第4 8系、ラブド8-16型とともに、主に幹線の旅客列車及び団体臨時列車用として使用され、電化の進展によって電車化改造されて部に4008から1009型となっている。なお、スイス国鉄では1925年以降、電気式で184から257、 キロワット級のディーゼルエンジンを搭載した CFM に49901型や FM に418601型といった機動車が使用されていたが、本機は機械式で製造され、2母の車軸配置と直列6気筒のディーゼルエンジン、運転台からの電気指令による遠隔制御の機械式5段変速の変速機による CLE に 4型電車と同一の最大 24.5KN の牽引力と時速 125km の最高速度を特徴としており、車体、台車、変速機、機械部分の製造を SLM が、手機の製造をサルザーが担当している。各機体の履歴は、下表の通りスイス国鉄の RCM に4型、1945年 RCM に4型を 機動車から電車に改造した部に4611号機。ありがとうございます。